げます。今こそどうか御言葉を。未知の力の攻撃を受けています。ここが王族大会の会場か。今からここは僕の遊園地だよ。全参加者に命じ彼を捕らえよ。必要なのは運命を変えられるものだ。復活させるものについて何か意見があれば。凹凸大会が中止に追い込まれること以上に厄介なことなどあるか。これ以上参加者のエナジーを育成する方法を知る者もいない。我らの新たな武器になる。凹凸大会のルールにのっとって邪魔者を排除してもらおうじゃないか。七神使が天使として復活させてくれた。ダークサイドモンスターの調査ができる。やった。これで問題も間違いなく解決だ。もちろんこの世で君に解決できないことはない。ここは凹凸ホール。ほら、ちょうどダニエル様がミッションを発令しているところだ。凹凸大会の参加者たちよ、あなたたちならきっとすでに
今私たちが直面している危機に気づいたでしょう。一刻も早く侵入した闇の勢力を一掃し、大会の秩序を守るために、大会側はポイント獲得ルールを更新することに決めました。おお、やった、チャンスだよ。次から参加者は自由にチームを組み、ダークサイド化したモンスターを倒すことでランクアップ用のポイントを獲得できます。つまり今度の敵はダークサイド化したモンスターか。そんなもん簡単だ。油断してはいけませんよ。昨日私のチームメンバーが一匹のダークサイドモンスターに。でもダークサイドモンスターを倒すとポイントがたくさん獲得できますよ。それ以外ルールに変更はありません。では大会スタート。参加者がみんな行動を始めたね。私たちも協力してくれる参加者を探さないと。何しろ今の私たちの力じゃあのモンスターたちに立ち向かうことは。でも君は参加者のエナジーを上げる能力がある。きっとすぐ私たちのチームに参加したい人が現れると思うよ。もちろん君の役割は指示を出し導いていくことにある。実際に戦ってその結果がどうなるかは彼ら次第だ。ちょっとせっかく蘇ったんだからもっと闘志を出してくれよ。では凹凸大会に向かって出発しよう。ここはフリーパーク、凹凸大会の初心者向けの会場。モンスターを片付けるっていうならまずはここからだね。参加者たちはもっと上位の会場でやってるのかな。そんな目で見るな。この討伐の順番はシステムが推奨してるものなんだ。私は。うわー、なんだ？どういうこと？こいつめっちゃ強い。おっと、ふう、危なかった。また？うわあ、いった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 。おいお前。あんまり調子に乗るんじゃないぞ。言っとくけど俺そこそこ強いんだからな。ほら見て、あそこに参加者がいる。でもただのダークサイドボアも倒せないなんてどんだけポンコツなんだか。どれどれ、あいつのデータは。参加者ジン15歳、デンゲル星15コーク出身。エナジースキルはベクトルアローズ。現在の順位3968位。3968位。そりゃそうなるか。ベクトルアローズ、くそ、エナジースキルがどうしても出せない。仕方ない。少々レクチャーしてあげよう。このままじゃあっという間にボアの晩御飯になってしまいそうだから。おい、そこのガキ。いいか、今から私たちが君の作戦指導を担当する。え、どういうこと？君たち誰？これがエナジーリンクで。ちゃんとしろ。こんな状況だから集中してよく聞くんだ。バトルマップではマス目をタップすると参加者を操作できるよ。
マス目の色に白色のマスは移動マスだよ。タップするとそこに移動できるんだ。試してみよう。緑色のマスは防御マスだよ。タップするとキャラの防御力が上がるよ。赤色のマスは通常攻撃マスだよ。タップすると敵ユニットを攻撃できる。試してみよう。紫色のマスは専用スキルマスだよ。ジンの専用スキルは同じ方向にいる複数の敵ユニットを攻撃できる。試してみよう。参加者ジンさん、おめでとうございます。あなたはダークサイドボアを倒し50ポイントを獲得しました。えっへん、俺ってばやっぱかっこいい。ボアを倒したぐらいでそこまで喜ぶ必要ないだろう。待て、まさかこれが初めて倒したモンスターとか。賢いね君。ポイント戦もう2ヶ月もやってるのに。遠出はこれが初めてのことだし、目標惑星を間違ったりすることもあるだろう。実は俺ついこの前凹凸星に到着したばかりなんだ。せっかく出会えた参加者なのに、まさかの土新人だったとは。選び直した方がいいかも。ダークサイドモンスターって何なのかよくわかんないけど、いいや。うん、我々は非常に強いモンスターといずれ戦わなければならない。うん、でもまだよく慣れてないんだよね。どうしても出せない時がちょこちょこあって。俺のスキルってそんなに強いんだ。おい、無視するな。決めた、全力で頑張るぞ。これで決まり。わかったわかった。私は伝えるべきことは全部伝えたからな。これから敵はますます強くなっていくから。ん？どこに行った？さっきの穴技、もう一度教えてくれない？まだよく分かってないんだ。ふんふん、そっか、分かったぞ。って言っちゃうのか？おいおい、私の話を聞け。フリーパーク X1-3675 区域のダークサイドパワーが取り除かれたため、制御コアが復旧しました。いいスタートが切れたね。でも正直言って何の達成感も感じられなかった。モンスターを倒すとポイントだけじゃなくて実力も高められるし、それに凹凸大会の秩序の維持にも役立つし、達成感半端ないね。ボアを何匹か倒しただけだろう。喜ぶのは早すぎる。これからさらに危険なモンスターに会うだろう。ふふん、俺に任せとけ。次はどこに行く？早く戦いたいんだ。本当に元気なガキだな。
が終わったと思ったらまたこんな大きいやつに会うなんて、君の運は最悪よりひどい。じゃあ次はこの一撃を受けてみろ。このガキ怪我してるんだから無理しちゃダメだって。どうやらダニエル様に回復ユニットを要請して作戦に協力してもらわないといけないようだ。まずい、ジンが負傷した。医療ロ紫色の専用スキルマスをタップしよう。後の操作は任せたよ。ガキ、今回でモンスターの危険性が分かっただろう。へっへっへ。何笑ってるんだ。俺のスキルがまた少し強くなった気がする。感覚をつかんできたぞ。さあ早く次のところへ行こう。おい待て。あいつ気力も体力もありすぎっていうか。まあ確かに、たとえ闇の力に侵食されてもそこまで強力にはならないはず。どうやらこのフリーパークにはまだ何か秘密が隠されているようだ。ここに来たのは正解だったね。そんな目で見つめるな。早く出発しよう。やった、鉄角銃だ。初めて自分の力で召喚銃を手なずけたぞ。チビスパルタ、ありがとうね。鉄角銃どうした。止まれ。どういうこと。僕に手なずけられたんじゃないのか。なんで。早く逃げて。へえ、君天使だったのか。つまりダニエル様みたいな天使なのか。まあそんなところだ。担当してることは違うけど。あんまり似てないな。でも今回の任務を無事にクリアできたら正式に天使の称号がもらえるんだ。それにしてもまさか俺が天使とチームを組めるなんてかっこいいよな。あふん。おう、あと裁判ロボットもな。おい、なんだそのあとってついでな感じは。いいかガキ、私は普通の裁判ロボットじゃないぞ。私は最上級の。はいはい、最上級の裁判ロボットね。こいつやっぱりイラっとくる。まあいい、任務の方が大事だ。スムーズに戦えるようにバトルマップに補給箱を用意しました。箱をタップすると入手できます。
1匹、2匹、3匹。また3匹もやっつけたぞ。なんだ？鉄鋼銃だ。気をつけろ。この先に大勢いる。やっと全部片付いたね。鉄鋼銃の修正から判断すると、こんな暴走が起きた理由は多分、やはり、なんだ、この鉄鋼銃は高い防御力を持っている。ジン、ここはゲリラ戦術を使うべきだ。くらえ！ベクトルクラッシュ！惜しい！避けられたみたいだ。挟み撃ちしてくれる人がいれば。機動隊3組41425ロボット、ダニエル様の指示により参上しました。よく来てくれた。ジン、同時攻撃でこの鉄鋼銃を倒すんだ。二人の参加者が同時に敵ユニットを攻撃できる場合は、金色の同時攻撃マスが現れるよ。タップすると参加者がポジションを交換して同時攻撃を行うんだ。かなり高威力だよ。本当に手強いやつだったね。でもこれでやっと。なんだ？まさかまだ動けるとか？体から黒い気が。しかもだんだん大きくなっている。そんなバカな。ジン、早く。わかった、ベクトルク。そういう意味じゃない。早く逃げ。早く逃げろ。なんとか逃げ切れた。追いかけてきてないよね。来てないみたいだけど。危なかった。今のは本当に心臓に悪い。ならこのままにしておくわけにはいかないよ。じゃないと奴がもっと多くの人を襲ってしまう。意外と正義感が強いな、ガキのくせに。だが我々だけでは力不足だ。ダニエル様から執行ロボットを借りて倒すしかない。ダメです。お、誰だ？あの鉄鋼銃を傷つけないでいただけますか？どうして？あれは相当凶暴なやつだ。それが君にはわからないのか？あれは彼のせいじゃありません。僕の責任です。僕の力が及ばなくて召喚に失敗して暴走させてしまったんです。
一体何の話をしてるんだ。僕に任せてください。必ず暴走を止めてみせます。おい、君一人じゃ危ないぞ。変なやつだな。一体どこから来たんだろうか。放っておけ、ジン。見て、宝箱だ。左下の移動パネルを操作して参加者を宝箱まで移動させよう。段差は自動でジャンプできるよ。チビスパルタ、防御陣形を。お、うえい。チビスパルタ、しっかりして。どうもうまくいってないようだね。鉄鋼銃で手こずるとは。まったく、どいつもこいつもヒーローを気取りやがって。大丈夫だ、俺が助ける。ありがとう。すいません、ご迷惑をおかけしました。で、一体どういうことなのか、今度こそ詳しく説明してもらえる？僕の名前は指導源、召喚師です。指導って、まさかあの古き召喚師の家系、幻獣星の指導一族か？そうですが、
僕は全然強くなくて、ずっと自分の召喚獣がいないままです。やっとのことで凹凸大会に参加できて、あの鉄鋼獣もなんとか手なずけたのですが、やっぱりダメでした。あの鉄鋼獣が暴走したのは君の召喚が失敗したせいだと言ってたけれど、とてもそんな風には見えない。安心してください、僕がやったことなので必ず責任を持って解決します。どうやって解決する気なんだか。シダ、俺も一緒に行くよ。このガキ待て、さっき言ったようにダニエル様に。君まで本当に助けてくださるんですか。ああ、みんなと一緒ならきっとできるよ。ありがとうございます。どんな惨劇になるのか想像するに固くないよ。君に言われるのが一番納得できないんだが。放置探索が解放されたよ。一定時ボタンをタップして報酬を一括で受け取ろう。ここから参加者管理画面に入ろう。ボタンをタップして参加者のレベルアップをしよう。自動追加をタップするとアイテムが自動的に追加できるよ。レベルアップボタンをタップしよう。凹凸大会では他にも充実したサポートを提供してるよ。紹介するね。ここはイベント画面だよ。最新情報の確認やログイン報酬が受け取れるよ。メインクエストのバトルに勝つことでストーリーを進められるよ。参加者の管理はここでできるよ。参加者の戦闘能力が上げられるよ。これは最後はリュックを見てみよう。所有している。全部理解できたかな。凹凸大会はまだまだ未知の場所があふれているから、あとは自分で探索してみて。ログインすると、ジンが待ってる。ここをタップしてバトルに向かおう。バトルスタート。
ジン、本当にこれが。多分そのはず。でも僕のあれはこんなに大きくはなかったような。それはまた大きくなったのかも。君たち二人、さっきまでのあの度胸はどこに行ったんだよ。シド、大丈夫だ、一緒にやろう。わかりました。鉄工事、僕の召喚に応じてくれ。耐えろ、絶対に耐えるんだ。シド、自分を信じて。君ならきっとできる。僕はできる、僕は絶対できる。まさか二人のエナジーがこんな形でふるい起こされるなんて。エナジースキルは参加者全員がそれぞれ持っている強力なスキルだよ。スキルアイコンの上の数字は発動に必要なエナジーポイントを表してるよ。ここに表示されているのが現在のエナジーポイント。参加者はそれぞれ行動前に1ポイント獲得できる。ポイントは全員で共有して使えるよ。エナジーが溜まった。僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ。俺の番だな、ベクトルクラッシュ。やったシド、俺たちはやったんだ。やりましたね、ジン。でも僕の鉄鋼銃が。闇の力？そういえば他のダークサイドモンスターの体にもこんな印があったような。ちょっと、何をブツブツ言ってるんだ。鉄鋼銃が暴走した原因を分析しているんだよ。今言えるのは、今回はメガネ君とは関係ない、だから安心しろってこと。そっか、よかったね、シド。これでもう自分を責めることはないよ。そうですか。つまり僕の召喚はまた失敗したのか。気を落とすなよ、シド。また次のチャンスがあるって。諦めない限り、いつかきっと成功できるよ。いつかですか。うん。みんなありがとう。僕は
絶対に諦めません。ほい、それじゃ出発だ。うん、君の言う通りだ。確かに機器は参加者のエナジーを高められるようだ。だが、さっきのは危険すぎる。おい、今やけに落ち着いてたけど、なんて言った？ん？じゃない！正直に言え！まさか君はこの二人を実験対象として。話をそらしたな。なんで急に行くんだよ。ちょっと待って。何か聞こえなかった？誰かが助けを呼んでいるようです。チビスパルタがあっちにいるって言ってます。行ってみよおい、お前たち、何者だ？ここは起点名が任務を執行中だ。関係ない奴はさっさと散れ。見て、この人の周りにいるのは、全部ダークサイドモンスターです。こいつの仕業だったのか！これだけの数のダークサイドモンスター、一人じゃ無理だ！関係ない奴が手を出すな！僕の召喚に応じてくれ、大スパルタ！
さっきまで調子こいてたくせによ、今さらビビっても遅えぞ。ここはもう我々起点名のもんだ。お前はもう逃げられねえぞ、帰り。あるいはあの名前で呼んでやろうか。あら、怖い怖い。何、私に何をしろって言うの。あれを出せ。あれって何。このバイ、くそ、まだとぼける気か。てめえ、俺の力を思い知らせてやる。やめろ、女の子に手を出すな。暗き夜よ、我が力となせ、ステラムーンブレイド。じゃないよ。ところで、あいつらは誰？どうして君を捕まえようとしてたの？確か起点名と名乗っていましたね。え、起点？起点名だ。参加者が最近自発的に立ち上げた組織だ。データによると、メンバーは基本もともとランクの低い奴らばかりだったが、最近フリーパークでポイントを多く稼いだようだ。なんて卑劣な。放っておくわけにはいかない。俺たちで奴らのアジトを全部叩き潰そう。あ、じゃあどこにあるか分かっているのか。奴らのアジトの座標は大会のシステムからも検索できないほど巧妙に隠されているんだ。それはアジトがどこか私知ってるわよ。案内してあげる。本当か。うん、私はカイリ。さっきは助けてくれてありがとう。このお礼をさせてくれない。まだまだ未熟者ですが、全力でお守りしますので。おいおいおい、君たち決める前にこっちの意見も聞いておくべきじゃないのか。あ、そうだ、紹介するよ。裁判ロボットだよ。最上級裁判ロボットだ。俺たちのダークサイドモンスター調査に付き合ってくれてる天使さん。へえ、天使？天使と仲間なんてあんたたちってすごいんだ。
俺も天使に指導してもらえるなんてすごくラッキーだと思ってるんだ。私にもそのチャンスがあるのかな。君まで。わかったよ。無駄話は後にして出発と行こうか。目標は起点名のアジト。なあ、また正体不明の人物をチームに入れて不用心すぎるんじゃない？なわけないだろ。私はただ何か妙だなと思っただけだ。特にあのカイリー。なあ、凹凸大会がこうなってしまった以上もっと用心しなければ。ここから参加者管理画面に入ろう。ここをタップして参加者のスキルレベルを上げよう。レベルアップ。次はエナジースキルのレベルを上げよう。レベルアップ。必殺技のレベルも上げ、レベルアップ。召喚機能が解放されたよ。もっと多くの召喚をタップしよう。今回は無料だよ。ここで参加者を召喚できます。